江合川水系の田尻川から水を引いている田尻と古川の地域は、昔から田んぼに水を引くための苦労が絶えませんでした。この地域は上流下流ともに洪水のたびに氾濫し、先人たちの暮らしを脅かしたのです。特に昭和23年のアイオン台風の被害は凄まじいものでした。昔からこの地域では川の上流と下流の用水・排水のバランスを取るために八寸胴と呼ばれる24センチメートル角の筒を設けたのです。ここ泉のね、真っ白くなったね。あのからの渦はね、みんな湯が浸水したんです、はい、川の上流と下流では八寸胴の大きさの違いで洪水時の被害に差が出てしまうため、お互いに協議しながら筒の大きさを決めてきたのです。あと上流と下流で話し合いして、お互いに二段見分けに決めて、現在のようになっております。お互いに 農家やってて、片方だけ被害あって片方は被害なしでは、ちょっとねこれ同じ農業人としてまずいので、お互いに被害は分かち合うつがね、要するに痛み分け、そっから発寸になったんじゃないかと思う。災害時の被害さえも分け合う、それは先人たちが導き出した一つの答えだったのです。世界農業遺産の大崎コード、先人たちが積み重ねてきた知恵と努力の結晶でした。